今回は、音活のお出かけをね、していこうかと思って、なんかその、昨日まで、今日までだったかな、すごいいっぱいスターをね、いただけて、もうこれはじゃあ弾けってことだと思うんだよ。あんなにもらえたってことは。もうだって、ついこの間ジュリを手に入れるために使ったからさ、3個しかなかったのに、360まで回復したから、ね、ちまちま、いろいろストーリーとか言ってたとかもあるんだけど、で、この、いつもね、29日、3月29日までの、この、いちごちゃんのね、新 PR カードが登場したこのガチャ。これをね、やっていくよ。欲しい。このいちごちゃんは欲しい。でもすみれちゃんも可愛いしね。もいちゃんもいるしね。これはね、やっていきたいんだよ。で、こっちと悩んだんだよ、この、葵ちゃんの方。こっちもいいなと思ったけど、今回、いちごちゃんで。いちごちゃんのスペシャルレアとか持ってないからね。レアまでしか持ってない。行こう。ステージ。はい。ノーマルスターを使う。はい。はい。そろそろ金出てもいい頃だよね。結構出かけしてるけど、そろそろ。はい。どうどう。あ、でも、あ、金が2枚ある、銀が2枚ある。初めて、いい感じ。あ、金また出なかったか。でもまあいいよ、銀があるだけでも。この辺は多分、全部持ってるよね。来たよ、来たよ。あ、持ってる。なんで、なんでよ。結構種類あるのにな。はい、はい、次。あ？あれ、持ってた？持ってないよね。いや、持ってるよ。で、ニューって書いてなかった。書いてあったわ、ニューって。もう。マジか。ニューが1枚しかないよ。ミクルちゃんなんかね、結構カード持ってるイメージがあるんだよね。結構持ってない？待って、とりあえず、ミクルちゃんをパーティーに入れてみよう。1枚じゃない。ガチャしたけど、スターがあと110個あるから、最下のイチゴちゃんをね、手に入れるために、頑張ってもいいんだけど、当たりかな。いや、あのね、なんだろう、いちごちゃん欲しかったよね。欲しかったよ、いちごちゃん。これもういるんだよ、ほら。ゆるキャラっていいよな。私の場合はエビポンを見てると心が癒されて元気になれるんだ。まあいや、私もジュリを見てると元気がもらえるしね。そう、この間手に入れたジュリをね、ドレスアップして。私のアイカツフォトを使ってライブシミュレーションをしてくれるの？フラッシャー、つまりありがとう。つまりありがとう。このね、ジュリのね、この楽曲やってる最中の、なんていうの演出がね、いいんだよ。なんかすごいの、和風ですごいいいんだよ。次は、そうだな、ジュリのガチャがまた来たら引きたいよね。とりあえず。それまで頑張ってスター貯めよう。バイバーイ。